大いなる男たちは、1969年のアメリカ合衆国の映画、スタンリー・エル法の原作に基づき、アンドリュー・ V ・マクラグレンが監督した。クレジットには記されていないが、主演のジョン・ウェインも監督として参加している。ジョン・ウェインの俳優生活40年の記念作であり、南北戦争で戦った北軍と南軍の男たちが、 反目しながらも助け合う姿を描いた軽快な西部劇である。南北戦争後、投降を拒否してメキシコへと向かった南軍のジョセフ・シルビー将軍、率いる一団が腐敗の兵士と呼ばれたエピソードに大まかに基づいている。南北戦争が終結して数ヶ月。北軍の大佐だったトーマスは、先住民の青年ブルーボーイを養子にして牧場を経営していた。 メキシコの皇帝に馬を売る話がまとまり、トーマスはかつての部下たちと共に3000頭の馬軍を率いて旅立った。メキシコでは革命の混乱が続き、皇帝軍と革命軍の双方が馬を必要としていたのだ。旅の途中でトーマスたちは同じくメキシコを目指す隊列を目にした。それは南軍のラングドン大佐と部下たちが活躍の場を求めて、 皇帝軍の取り出に向かう姿であり、女子どもも滅ば者で同行していた。ラングドン隊が盗賊に狙われていることに気づいたトーマスは、かつての敵軍に憎まれ口を叩きながらも、力を貸して危機を救った。救援に感謝したラングドン大佐は、草原で開いた独立記念日のパーティーにトーマスたちを招待した。だが、北軍と南軍の兵士たちは、殴り合う以外に、 交流の方法を知らなかった。大騒ぎの中でラングドンの娘シャーロットと見つめ合うブルーボーイ。二人の間にはすでに宗主の恋心が芽生えていた。ラングドン隊と別れたトーマスたちは道中で全滅した皇帝軍の遺体を発見した。ブルーボーイがラングドン隊に気球を伝えに走ったが、ラングドン隊は後軍を続け、目的地の取り出で、 皇帝軍の盛大な出迎えを受けた。しかし、砦を占領していたのは、実は皇帝軍を装う革命軍だった。革命軍の真の狙いは、トーマスが運んでいる三千頭の馬だった。部下と家族を人質に取られたラングドン大佐は、恥を忍んでトーマスに助けを求めた。事情を知ったトーマスたちは、立ちふさがる皇帝軍を蹴散らし、 すべての馬を取り出に運び込んで、南軍の一行を救出した。カッコ内は日本語吹き替え日本語字幕翻訳、森本勤、とむ、桜井文。ありがとうございます。